稲妻の人々の目に映る雷電将軍は神であるだけでなく一種の象徴だ。彼女は高みに座す指導者であり、永遠の雷電と天皇稲妻を守り続けてきた御嶽鳴神主の御事である。だが稲妻を統治し高き天守に佇む雷電将軍がすでに魔人戦争に勝利した七人のうちの一人ではないことを人々は知らない。今こそ出陣の時。雷電将軍は永遠を目指し究極を追い求める武人だ。工場楽土への道を阻む者がいれば容赦なく雷罰を下し、絶対的理性で邪魔者を粛清する。雷電将軍は稲妻の薙刀術と剣術および刀の鍛造技法の起源であり、片手剣と長江武器を突破する際消費するモラが減少する。通常攻撃は槍による最大5段の連続攻撃を行い物理ダメージを与える。銃撃はスタミナを消費し切り上げ攻撃を放つことで敵に物理ダメージを与える。無念無双を掲げながらも雷電将軍は自身が神であることを忘れてはいない。彼女は生きとし生ける者の願いを集め諸願百目の輪をなす。雷電将軍を除く周囲のチーム全員が元素爆発を発動した時、元素爆発の元素エネルギーをもとに眼力を蓄積する。それらの眼力により自身の攻撃に備え力を貯める。蓄積された眼力は雷電将軍の戦闘状態が解除されてから一定時間後にクリアされる。生きとし生ける者の上に立ち永遠を見据える神は一体何のために人々の願いに耳を傾けるのだろうか。天賦千番の願望解放後、周囲のチームのキャラが元素オーブまたは元素粒子を獲得した時、諸眼百目の輪に眼力を蓄積する。この効果は短時間内に1回のみ発動可能だ。元素スキルを押すと浄土の一角を展開し周囲の敵に雷ダメージを与え、付近のチーム全員に雷罰悪用の眼を授ける。この効果を付与されたキャラの攻撃が敵にダメージを与えた時、雷罰悪用の眼は追撃を行い敵の位置に雷範囲ダメージを与える。また雷罰悪用の眼を持つキャラは元素爆発のダメージがアップする。上昇量は元素爆発で消費される元素エネルギーに基づく。雷罰悪用の眼を使えば戦場に立たずともチームの力を高められ他の猛攻をサポートできる。ここより弱滅の時。無数の神言を集結し諸願百目の願いを尽くすことで全ての呪詛を切り裂く無双の人たちを繰り出し雷範囲ダメージを与え、その後一定時間無双の一心を使用して戦う。無双の人たちと無双の一心の攻撃によるダメージは消費した諸願百目の輪の眼力総数によって決まる。無双の一心使用時通常攻撃銃撃落下攻撃のダメージは元素爆発ダメージとみなされ、元素付与によって他の元素に変化しない雷ダメージへと変わる。これらの攻撃が敵に命中すると周囲のチーム全員の元素エネルギーを回復する。またこの状態では中断耐性がアップし感電反応のダメージを受けなくなる。天賦殊勝な5体解放後、元素チャージ効率が一定の割合を超えた時、超えた分は一定の比率をもとに自身の雷ダメージと無双の一心状態の元素エネルギー回復効果をアップさせる。雷電将軍はチームの元素エネルギー循環を効率的にアップし元素爆発を強化する。将軍の前ではいかなる戦いも恐れるに足らない。戦闘中雷電将軍は元素スキルでチームメンバーに雷罰悪用の眼を与えチームをサポートする。
チームメンバーの出場時に元素爆発の発動や元素オーブと元素粒子の獲得によって眼力を蓄積する。そして機を見計らい無双の人たちで敵に致命傷を与える。無双の一心状態で敵を追撃しチーム全員の元素エネルギーを回復させれば次の猛攻へとつなげることができ、雷のごとき攻勢で敵を倒せるだろう。稲妻は暗い外界に面し、古来より戦の絶えない地だ。ラクド不滅、そして繁栄のため、ライデン将軍は変質的な道を歩んだ。だが繁栄とは他の衰退を招くこと。何かを得た時と同じように、失った時の痛みにも耐えねばならない。時間への恐れは神と人で違いはない。だが神の傲慢は生来のものであり、天理に手を伸ばした時必ずや人の世に災いを招く。そう断言などできぬと思う者もいるだろう。だがこれは俺の経験則によるものだ。